さて羽生くんについてのコメント読んでいきたいと思います。えー、ピュアスマイルさん、よろしくお願いします。カブ君、内村選手と羽生選手と、えー、別々に練習している、えー、みたいだったけど、もうカウントダウンが始まっている今、当然合わせ稽古はしているよね。まとまりのあるショーにしてほしいです、えー。総合的に見て美しいと思えるショーが見たいです。うんえー、っともうあと5日ほどで始まるかと思うんですけど、 多分ですけども、一緒にやってるんじゃないかなとは思いますが、ただ、内村さん、これ、スケート靴を履くということでしょうか全くわかんないですよね。本当にわかんない。未知の領域なんですよ。うん ハニープーさん、よろしくお願いします。えデビッド・ウィルソン氏と村さんは、昨日、仙台入りをしたとツイッターで報告をしていました。し、今回、他の相イよりも、割と早くから集結するんだなと思いながら見ていました。もう練習は始まっているのではないかなと思います。うん、あ、っていうことですよ。ってことは、そういうのが速報では入っているということなんで、もう、あの、練習してるということですね。ピュアスマイルさん、ありがとうございます。うん、ということなんですが、 うん、アーニャさん、よろしくお願いします、えー。カブさん、おはようございます。今日から羽生結弦写真とポスター展が始まります。えー、本日、仙台は最高気温17度予想。やっぱり晴天です。暖かいですね、えー。初日から行きたかったんですが、仕事の都合がつかなかったんで、えー、物販へ娘をアルバイト派遣します。なるほど。 うん、ちょうど学校が休みなんで、えー、通販もしていますが早く欲しいので現地,あ現地販売分を買ってきてもらいます、えー、娘も、えー、羽生さん割と好きな,あ好きなんで良かった良かったですねうんあまり好きじゃなかったりすると、まあ、結構難しかったりしますけどもねえー、物販派遣、うんえー、マザールギア様よろしくお願いしますカブ、えー、さん あこ,にあこ,こんにちは、神戸さんえ。宮城交通営業担当の方がついで面白いつぶやきをされていました。え3月10日から3月12日は、アイスショーを開催に伴い、岐阜駅から会場の臨時バスを運行します。バスは1回乗って250円です。乗って250円です。なるほど。車内混雑の際は譲り合って、えー、ご乗車ください。うん 譲り合ってっていうところもでですね。で、初日まであと4日です。二段手段は検討はお早めにとの急ぐでござるということですね。これ完全に羽生くんですね。うん。あ一回乗ってってそういうことね。なるほど。乗ってって <laughs>、面白いですね。面白い。うん。乗って譲り合って、乗って譲り合って。 当日はバスに乗っていきます。私も乗って行きたいよ。乗ってけろ。うん。お互いに譲り合いながら会場へ向かいます。ファンはみんな譲り合いましょう。面白いですね。うん。 あの昨年,末で,忙しいけあ年度末で忙しいけど、乗ってを見るたびに残っている仕事急いで片付けるでござるみたいなコメントも、えー、SNS で上がっているみたいです。うろ覚え。うーん、私は現地には行けませんが、地元のアイスショーのためにの、えー、サービス精神で盛り上がる都バスさんにも感謝,感謝です。面白い話ですね。これはバスの、ねえー、その関係の方がされたということなんで、なかなかかなかなかですね。 うん、なんか完全にもう、羽生さん、えーと、皆さんのために思って、そういう風にやったのかなっていう感じで、面白かったですね。うんえー、ピュア・スマールさんも言ったです、えー、カブくんごめんなさい、そしてありがとう、心配が先行して、羽生選手を、えー、見守るという気持ちが欠けていました、えー、ここまで来たら、自由にお互いの個性が生かせる章になることを祈り、えー、見,見守るだけです。うん であのもう羽生さんの場合はもうそれがなんか一番ねいい気がしますよねなんとなく羽生さんも一番行きやすいと言いますかねうんえー、ノエル滝野さんよろしくお願いしますえー、カブ君おはようございますえー、昨夜は民剤、えー、を早めに飲んだんですが全く眠くならずまたまたギフトを見てしまいましたうん見るたびにうるうるするところが違うんですよねで昨夜はあの夏への えー、羽生選手のうるわしさに入ってしまいました。本、え、当、ー、ほんと羽生選手を見るのは芸術感想ですね。うん、羽生選手のことを、えー、総合芸術家と言えるとの感想も参見されます。これね、ありましたよね。で、わー、乗ってしたらとか迫ってきたのに、まだ実感がないんです。弟にいつ行くのと聞かれたんで、10日と,と答えたらもうすぐちゃんと言われてしまいました。えー、そうなんです。 集合場所や新幹線のチケットの確認や、シャトルバスのチケットをなくさないようにすればですね。本当ですよ。うん、でえ、3日後なのにあのなんかまだ、なんかまだ実感がな信じられなくて、いや、実はないですよ、ね、うん。で今日から準備です。JTB が専用のロッカーを設置するらしいですが、なんと1000円、なるべくコンパクトにしたいので、 いつも使っているバッグについてきたセカンドバッグに大切なものを入れていこうと思っています。大きいので落とす心配はないですし、センターってどんな気候なのでしょうかね。調べれば。うん。なんか現在気温は18度で今日は暖かいらしいですが、ただまあちょっとわかんないですね、当日はね。うん。やっと世界ジュニアを見ることができました。えー、カオ君がジャンプで PCS を稼いでいることにちょっとがっかりしています。なるほど。今の今のルールだとその方がいいのかもしれませんが、上、え、位、ー、が欲しいですね。でも それだと高い得点は出ないのかもしれませんね。で、そんな時はどうしても、羽生選手の演技が頭によぎってしまうのです。え分けなければいけないとあの思いつつも、また、えー、時間がかかりそうです。で、今日はあの夏へのあまりにも神々しさに泣いてしまいましたえ。見るたびに違うところで涙があふれてしまいます。それに、黒いコートにえ爪先の尖った靴はかっこよくて、編集も素敵ですよね。うん。なんて縁になるで,人でしょうえ。顔が小さいんで、発闘心です。 うらやましい。私も顔が小さいと言われていますが、え私くらいの顔の小ささのあ、小さ,さな人なんで、5万と言いますからえ、自死した K さんにはうらやましいと言われましたが、え、K さんは割と顔が大きな人でしたんで、そう,いう,そう言われただけで、うん、いいとこ、6頭身ぐらいだと思います。ねで、また関係ないお話をしてしまいました。で今日から乗ってステラタータに備えます。でも、まだ現実的ではないんですよね。ウィングスゴールドを、えー 購入をしてしまったらかなり財政がピンチです。でも欲しいんですよねってね。うんなるほど、ウィングスゴール,こゴールですか。うんえー、藤原桃子さんによろしくお願いします。えー、ノエル様、仙台に気をつけて行ってきてくださいね、えー。たくさん楽しんでくださいね。えー、大丈夫大丈夫ですよね。羽生結弦の聖地ですもの。うんいやー、ほんと楽しんでくださいね。うん レモンミカンさん、よろしくお願いします。えー、ノエル・タテナ様、ノッテ・ステレアタへですね。やっと生羽生さん、頑張ってお会いをしてきてください。私はフルで3月11日土曜日16時、特、え、典、ー、映像付きを購入しました。1回のライブ配信なんで、えー、雑用に邪魔されないように、えー、時間に間に合うように、もはや、もはや、あよも、よもや、よもや、見逃さないように。うん、1回だけなんですね。 で3月11日は午後からの予定は何も入れてません。見るぞ。うん。はい。ということですが、藤原うまこさん、レモンみかんさん、何々うまこギフトに使っていて、それで知りません。教えてもたあ、教えてたもれですと。うんで、えー、レモンみかんさん、えー、うま子さん、何回も返信してるんですが、どっかに消えてしまいます。届いてませんねということですね。うん。 えー、ハニープーさん、よろしくお願いします、えー。ギフトには、たくさんの著名人が来場をしていたとのこと。ユーミン、野村万歳さん、えー、パヒュームさん、えー、プリンセスプリンセスのメンバーのお二人、宮川さん、星、えー、さん、えー、フルイッチさん、えー、く日野田さんかなええー、っと、エリコさんかなさしたさん、山、う、本、んえーさ,えー、さん、ミスターグリーン、アップルなど。うん ということらしいでですよでこの中で意外だなぁと思ったのがえ声優の星颯一郎さんとえ社会学の者の古市さんえ。特に古市さんはテレビでも涼しい顔をしながらズバッと物を言う方。えフィギュアスケートに関しては隙をたいが怖いのであのスケート関連のことについて極力発言をしないようにしているというふうに言っていました。あってましたでい,いらっしゃったということでびっくりしました。なるほどなるるほほどどですねうん えー、でも古市さんは羽生選手と話題になると、はずれは避けるものの、ちょっと表情が柔らかくなったり、VTR を真剣に見ていたりするんで、フィギュアにかんあ興味があるんだなと思ったりして思っていました。うん、羽生選手は競技選手時代よりもは1人と感じていたのかもしれませんが、あのよく見てみると、え羽生選手でスケート界以外でも、 交流ががある人がたくさんいますね,あね本当ですよね、うん、でも古市さんの発言ちょっとびっくりしましたねやっぱスケート界隈が怖いんでスケート関連のことについて極力発言をしないようにしているまあこれミッツマングローブさんも言ってましたが結構フィギュアファン怖いっていう話がありましたけどちょっとやっぱり他の方もあるんですね言ってるんですねうんはい アーニャさん、よろしくお願いします。カ、え、ブ、ー、さん、こんにちは。娘からミッションクリアの連絡来ました。えー、写真とポスター店のグッズ、買いのお使い完了です、えー。会場をしてすぐ入れ、入れ、全然混んでなかったそうです。えー、今回は乗ってステラータの時,時に行く人が多いのでしょうね。私は明日行きます。あ、ということですね。良かったですね。ミッションクリア。うん。あの、コンプリートですかね、すべて。うん。 アーニャさんもう1頭です、えー。カブさん、こんにちは。えー、カブさん、全然ずるくないですよ。私だって、風のように生きることは憧れで,憧れであって、全然できないと思いますよ。あ、所詮旅、旅行止まりですよ。えー、羽生嵐の隙を見つけて、えー、海外旅行もそろそろ再開をしたいです。しかし、資金が、うん、やっぱ羽生くんの、えー、たくさんのグッズとかの購入でですね、資金が結構行き詰まってるっていうこともあるので、 まあ、なかなかやりくりはちょっと難しいかと思うんですけども。うん。えー、イピ P さん、よろしくお願いします。えー、かぶ君こんにちは。チケットとテレビ放送の情報です。えー、乗ってスタートチケット追加は、あ、追加席の販売、えー、ステージプラン決定に伴い、座席が追加されたとのこと、おお、なるほど。で、ローソンチケット、日テレゼロチケにて先着順、えー、発売開始が3月9日の木曜日12時からで、えー、春節の 争奪点だと思いますが、最後のチャンスですね。これ、先着順ということですよ。うん。羽生譲るテレビ放送、クラシックテレビ完全版、NHKE テレ、3月8日水曜日、22時から22時,50あ22時52分、花は咲く、2014年仙台、NHKE テレ、3月8日水曜日、22時52分から22時57分、NNN、えー、特別版のエブリー×番記者、 日テレ3.11から12年、命を守る新知識、3月12日土曜日、14時半から16時半という感じで、その他、スターズオンワイス生中継が TBS チャンネル1、2で3月30日から続きます。今年は東日本大震災から12年、13回期、関東大震災、1923年9月1日から100年の年にあたります。 魂の鎮魂の意味も込めた羽生結弦選手の、えー、アイスショー、ノッテ・ステラータ、羽生選手がプロに転向してからこの賞を迎えることも、なんか運命的な神様から託された大役のようにも感じます。あ確かにですね。で、3月11日のテレビ放送時刻は16時半まで羽生選手とノッテ・ステラータは16時開演なんで生中継はあるのか 開演前に羽生選手と中継を結ぶのか、羽生選手は映らないのか、まだ発表はありません。うん、はい、ということらしいですねあの。なので、まあ、これもまだ速報増しということでしょうかね、でも羽生選手、確かに今回の震災とかもそうですが、運命的な神様から託された大役,役のような感じがするって分かりますね。テ、う、ラ、んえー、さん、よろしくお願いします。 えー、昨日に引き続き、えー、スポーツ報知より内村航平さん、僕も羽生結弦君も、えー、知っている五輪とはインタビュー2です。私の気になっていたお話だけを抜粋します。あしました。えー、フュンチャ五輪での羽生さんは試合前に多くを語らなかった。僕も言わないでしょうね。そういう状態だったら多分言わないです。そうなれば一番かっこいいよなっていうのを思い浮かべてやる。同じ性格なんですよ。 多分、危機的状況ほど楽しんじゃうっていうか、危機的状況でも一番いい自分を想像できている。絶対思っていたはずなんですよ。足を怪我して出ない。姿を見せない。世の中は大丈夫かって思う。でも、できる。金を取る。はい。最高にかっこいい。うん。彼の中ではそれを絶対にやるって決めていたと思います。これを考えていたとして、実際にやれるのが羽生結弦ですよね。 うん、えー。内村さんと羽生さんが苦心する。全力は程度が違うと感じることが多い。結局、全力だと足りないんですよね。なるほど。で、えっと、うん、えー。死ぬ一歩手前くらい前まで努力できるかどうかなんですよ。大げさに言うと。そこを多分、僕も羽生君も知っているからこそ、えー、できるのかなっていう。一回五輪で金メダルを取って経験をするんですね。ああ、ここまでやれないと取れないんだっていうのを、そこで知るんですよ。 だから五輪を知ってるっていうのはそういうことだと思う。うん。羽生選手がピョンチャンのショートプログラムの後のインタビューで、僕は五輪を知ってるんだ、知ってるんでと言ったのは有名ですが、私は、えー、五輪特有の雰囲気のことかなと思っていました。そういうことか。やっぱり内村選手はすごい。いやなかなか、あの、濃い内容ですね。で、ピョンチャンのフリーをテレビで見ていた、なんか一人だけ、なんていうんですかね、ドラゴンボールでスーパーサイエージになった。 黄色い木がぶわってなるじゃないですか。ああいう風に見えたんですよ。僕、羽生くんのこと。えー、うわ、なんか一人おかしいのいるって、ショートプログラムで最初にスーって出てきたとき、ああ、これ絶対取ると思いました。表情ですね。この状況でこの顔できるかって感じで僕は見ていました。笑い。うん。なんかわかります。たべいものではない。かびがかかって、えー、いた様子を羽生選手は、まあ、無敵感がありました。で、北京五輪は、 4回転アクセルは絶対になるだろうなって思っていました。ピリンの場合は、もうメダルを取ろうが取る前が、あれは羽生結弦にしかできないなっていう結果以上のものを見せてもらいました。うん挑戦することに価値があると。で彼は羽生結弦というオンリーワン。本当に尊敬できますえ。全くどうかです。結果を超越した感動がありました。うん で内村選手の視点から羽生選手を見るのは、興味深いです。えー、もう少しで乗って捨てられたですね。どんな曲で、どんな演技になるんでしょうね。いやー、相当内村航平さん、羽生選手を尊敬でしてますね、これはね。うんでも僕もちょっと、あのやっぱり、えー、感想がやっぱ違ってですね、結構、あのそういう世界なんだなってね、思いますね。うん えー、菊池美恵子さん、よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。えー、毎回配聴していましたが、投稿は初めてです。私はミナリ人ですが、えー、羽生選手のお父様も知っています。アンチはいいのですが、ご家族がいることも知ってほしいです。うん、羽生選手は仙台のリンクで毎晩練習をしている、えー、過酷な状況です、えー。多分自分も頂点になりたかったと思います。えー、負けず嫌いでやる,あやるなるば上を目指したい。 と今の功績があるんだと思います私はできる範囲で応援をしたいです、うん。嫌いな人はチケットを買わなければいいですし、見なければいいと思います。えー、とにかく社会は上に立ち、えー、人は、えー、嫌われる社会ですね、えー。博士ちゃんの男の子は言っていましたが、お金、地位は年を取ると衰えるけど、知識は衰えないとか、なるほどと感銘しました。博士ちゃん、なるほど。うん、で、私は脳内羽生選手を応援しているので、ずっと見ていきたいと思います。 長、えー、文で失礼しました。ねありがとうございます。博士ちゃんっていうのは,これは誰でしょうかねこれはあヒトデちゃんのことかなうん。ねということなんですけどね。うん、まああ嫌いな人はほんとチケットを買わないし、で、フィギュアスケートを見なければいいなって思うんですけども、結構アンチを見たりするんで、まあそれは前からね、不思議だなっていう感じはしますよね。うん。はい。では、ありがとうございました。